2月4日火曜日、今日テレビを見ていたら坂上忍さんが、僕も一度結婚に失敗してるけど、結婚に失敗したことある人は何かしら人間として問題である人と言っていた。また違うテレビで博多華丸大吉の大吉さんが、40過ぎで半ズボンを履いているのは社会生活不適合者と言っていた。あれ？なんかこれらに当てはまるのって西川ちゃんじゃね？でもロックスターになる人は何かしら人間性に問題があって当たり前だし、社会に適合するのなんか最初からお断りだろうから気にしなくてもいいですよね。そう？まあ、そんなことないよ。いや、社会性があるかどうかって言われたら、それは多少の問題はあるかもしれませんよ。でも、みんなはみ出すことを恐れてるんじゃない？みんな同じでいいのかな？なんて考えちゃうけど。いいんじゃない？